取り返していきたいと思います。ジャストナットを外して、前に押し込むとロッドが動くので外しておきます。じゃあこちら緩めていってですね、ずらし、下にずらしておいて、でスプリットピンをこの取り外しできました。取り外しと作業ともう逆、これも一緒ですね。スプリングワッシャー、ワッシャー、あと元に戻しておきます。でこちら R ピンを挿して完了させてくださいですね。